昨日衆議院が解散され衆院選が行われることが正式に決まったことを受けて、今日同系本部などに選挙違反取締り本部が設置されました。同系本部で選挙違反などの事件を担当する捜査に課には、衆議院議員総選挙違反取締り本部の看板がかけられました。取締本部は伊藤博光同系本部長をトップに。 各方面本部と全道の警察署にも設置されています同警は明日臨時で全道所長会議を開き衆議院の衆院選の取り締まりへの対応について協議するとしています衆院選は今月15日に公示され27日投開票の日程で行われます